どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、強いと言われているデッキを全部合体させました。サイレントバーチャン、メフティス、そしてアンティクQ、すべての力を集結させました。マジでこのデッキ、ヤクザみたいなムーブできます。ヤクザムーブできます。僕事故りそうじゃないかと思うじゃないですか。意外といけます、これ。意外といける。これどういう風な動きをしていくかっていうと、その新パックで追加されたこのネフティスの祈り手っていうカード、強えんすわこいつが。手札1枚破壊して、なんか違うネフティス持ってきますよって効果なんですけど、これで破壊できるんですよ。アンティークじゃない、ギアタウン、もしくはサイレントバーニングが。で、例えばもちろんそのギアタウンが、破壊されると、これね、そのネフティスの共通効果でタイミング逃さないんですよね。その手札を破壊するのとサーチするのが同時なんで、タイミング逃さんっていう。この辺はちょっと詳しく説明すると、もうちょっとはなんでって言われるから何も言わないけど、タイミング逃しませんので、祈り手の効果で破壊して、ギアタウン破壊して、で持ってきつつ、ネフティスとか語り手とかを持ってきつつリアクター出せるよっていう、効果を持ってるんですよ。でさらにこの最悪バーニングを破壊すると、なんとこのネフティスの祈り手ちゃん魔法使い族です。つまり破壊したサイレントバーニングを除外してサイマジ持ってきて、でこいつリリースしてサイマジができるんですよ。マジヤクザで、だから一番理想的なムーブ言いますね。ネフティスの祈り手でと、あ、初手ね、初手ネフティスの祈り手、ギアタウン、それからサイマジっていう3枚だと、ネフティスの祈り手召喚効果、ギアタウン破壊で効果で語り手持ってくる、でアンティギアリアクタードラゴンかギアタウンの方から出る、でフィールドに残った祈り手リリースしてサイマジっていう、アンティギアリアクタードラゴンとサイマジが立つっていう、ヤクザでしかない。それに関してもヤクザでしかない。でさらに次のターン、語り手とか、まあ一体例えばなんかリアクターやられたとかしてもね、語り手とか召喚して語り手効果で手札1枚、そのネフティス持ってきたネフティス破壊したりとかして、で、もう一体サイマジ立ってみたり、まあその破壊したネフティスが次のターンに戻ってきたり、もうねやりたい放題、マジヤクザなんですよ、ほんまね。だからその動きをしたくて、でメインギミックがすごく多いんですよ。なんで防御札詰めません防御札全く詰めません。まあしゃあないわね。でも先行で一応サイマージさせられれば、まあ割と制圧力はあるので、まあ、それを狙っていくって感じかな、先行だったら。でもちろんそのサイマージバーニングとか、ギアタウン破壊できるようにもちろんブレイカーも入ってて、ブレイカーはねこのサイマージもリリースできますからね。で結局なんだかんだ言えばバックが一番そのめんどくせいっていうのがあるんで、まあここ一応ハリケーンにはしてるんですけど、ガンクセデッキとか結構めんどくさいんで、まあ一応まあネフティス破壊できればワンチャンそれいらないから、まあハリケーンじゃなくてもいいかもしれない。これはまあ G 枠ですね。この1枠は G 枠、これね、ほんとね、枠が G 枠が1枠くらいしかないっていう、すーげえキスキス、もう全く防御を考えていないヤクザムーブをお見舞いしていきたいと思います。でスキル絆の力なんてかっていうと、ミラーに勝ちてからリアクターの、はい以上です。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、変態おかっぱ先生、よろしくお願いします。スタンバイ。なるほど、これなかなかの手札だな、なかなかの手札。ネフティスの祈り手召喚、ネフティスの祈り手の効果を発動。俺は手札のサイレントバーニングを破壊し、敵からネフティスの、これは語り手ですかね、次のターンのことを考えて、で、墓地のサイレントバーニングを除外し、俺はサイレントバーニングの効果によって敵からサイレントマジシャンモンスターを持ってくるぜ。そしてネフティスの祈り手をリリースし、特殊召喚サイレントマジシャン、これ強いですよね。この動き強いと思います、非常に。さあどうしますか、魔法カードだと思います。クロノスでしょ、あれでしょ、多分だから多分ギアタウンかなんかと思うんで、なんかどっかキーポイント その破壊するカード止めないみたいな、ね、はい、でギアタウン、はい、セット OK、 だから止められるから、2枚くらいで待とうみたいなことね、はいはい、なるほど、
で、メンティスの語り手召喚で、メンティスの語り手の効果を発動。これは墓地の祈り手を回収しつつ手札の歯車破壊しで歯車効果ヤクザムーブしていく。これこそヤクザムーブ、最強ムーブ、マジマジ。はい。で語り手リリース、ヤクザヤクザマジヤクザヤクザムーブすぎこれ。傷の力、はい。いやぶん投げもねえだろさすがに。さすがにアンティークに入ってるエネミーコントローラー、バカ誰か魔法カードか俺様に効くと思ったか、しょらー。さあもう一回魔法は向こうぜ。分断とか入ってるだろさすがに。アンティーク使ってて分断入ってるやつちょっと気持ちいいから。でも殴れるよね多分、普通に多分これ殴れると思うじゃない。ボールはありますか。ありませんね。甘えですね。最強ムーブマジマンジ。対戦ありがとうございました。このムーブ強すぎだろ。さあお相手の方、ゾウのうんちくんよろしくお願いします。デュエル3倍。いやほんまね、このねネプスの祈り手マジで無限の可能性を秘めている。このモンスターに関してはマジで強い。祈り手やっぱね、手札をその好きなカード破壊できるっていうのがもうマジで強くて、なんかねいろいろ多分今後も多分いろいろ使い方が出てくるんじゃないかと思いますね。なんか破壊された時になんか効果を発揮するカードって結構多いじゃないですか。だからそういうのをこう破壊して自ら。おなんだ、ナメフかターンエンドって、お前あれか、甘えのターンエンド知らなければ効果数転化するみたいなあれか。まったくよ、ほんまにどうせラスキャンブルなこれ。でこうしてでこうでしょ。で、まあ、バスビューとかではないと思うんだけど、なんだろうな、ラスギャン効果数ですかね。ラスギャン効果数ってことだもんね。このムーブ強すぎません？これこれ強すぎでしょ、これマジ強い。これで3000盾が立っていく。でスキルを発動して傷の力で、で3100盾をぶち込んでいく。ですよね、コンビじゃねえから、まあ、ラスギャンなんじゃねえかと思うんですけど、多分まああれでしょう、でこれ運を味方にとか言うのが意味わかんないスキルとかあったらやばいけど、今運を味方にとかどうなんですかね。セットセット、さすがに時代遅れか。これギアダウンだったら強い、はいギアダウン引いていく、はい強い、はい最強、やべ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 、来た来た来た。ネフティスの語り手攻撃表示召喚で、語り手語っていきましょうか。語り手ここでカーディアされるのは割とうまい、そのプレイングは割とうまい。何これ、ここはしかな。効果にチェーンがあるかどうか、ちょっと全く見なかった、全く使うわけで。これ破壊して、はい、効果なんもチェーンねえな、これあのそこらしいな、これそこらしい、そこらしい、はい、そこらしいとこいいですよ、大丈夫ですか、そこらしいとこいいですよ、はい、OK です。で、クリボールがあるかのお時間ですね。クリボールがあるかのお時間がやってまいりました。さあスキル発動します。さあ相手は甘えている方でしょうか、甘えている方でしょうか。甘えてますね、甘えてました、分からせちゃう。ラストギャンブルなどさせぬわさあお相手の方、会話社長ですね、よろしくお願いします。デュエル3倍、こっちの語り手から来ちゃうときって弱いんですよね。語り手が来ちゃうと最あの破壊できないんですよね、こいつって。墓地のカードを回収するって効果なんで、こっち来ちゃったときはしゃあないからこうですね。これはもうこうでしたね、こうですね、こうしてこうですね、まあ祈り手系ですねぶっちゃけね。で次の発動して傷の力していく。でバトルしていく。おい OK、 祈り手系なんですよね。祈り手がなんだろう、初手になかったらまあまあブレイカーとかでお茶を濁していくしかないんだけど、はいはい、なるほどね。ドローセンスハイレベル、なんかすげえあれだな、スキルだな、ドローセンスハイレベル。あーこれオベレスクじゃない、これこれオベレスク、これダメだ、これダメだ、これダメ、これ多分オベレスク、多分オベリスク、多分オベリ、地面ドローするでしょ、地面ドロー、ラウンしよう、やばい、やばそう、え、嘘でしょ、ちょっと待って、え、なんかその召喚劇増やすみたいな、あーやばい、ちょっと待って、え、マジでちょっと待って、地面ドローだけやめて、地面ドローだけやめて、
地面からモンスターをドローして、なんかうーわー、無理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 、勝てん勝てん勝てん、いやー勝てん勝てん勝てん。いやオベリスク突破した以上あるんですけど、サイレントマジシャンにサイレントパーニングって4000にする攻撃力を、それくらいしかないっす。やっつえ、ちょっと今一応出していく。だからここでサイレントマジシャンを俺は引けばいいでしょ。サイレントマジシャンを引いて、でバトルフェーズでサイレントパーニングすればいいから、ドローカード。なるほど、リーチですね。だよ。どうしよう。どうしよう。ちょっと待って。地面ドロー強すぎません？地面からのドロー強すぎませんかね？モンスター効果は無効なはずだけど、なんかモンスターじゃなくて神だからセーフみたいな、その謎理論。インチキ効果も大概にしろ。いやーやべえ。ちょっと祈りて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 。さあ、オトロオケ、ウェーブフォースだぞ、これは。これはウェーブフォースだ。ウェーブフォースと、あれだ、オベリスク強すぎー。